イルハートコンパルハート非公式以下略。今回はですね、イルハート祝1周年ということでね、今までの没企画ネタをね、イルハートとこう帰り見ていく、こう、ん?帰り見ていくっていうネタ会になります。これはですね、今まで収録はしてないけどネタとして上がった企画をイルハートが見て、こんなこと考えてくれてたんだと感動する企画らしいです。これね、確かにね、こういろいろさ、ネタはあったけどね、実現してないのがね結構あるんですよ、実はね。そうなんですよ。ということでね、早速見ていきたいと思います。大好き。早速進めていきますと、あ、これあれですかね、なんかこう力強い感じでいった方がいいんですかね。ですね、では、これは2018年6月頃のボツネタですね。責任者とゲーム対決。これは責任者を呼んで実際にねゲームをするみたいな企画だったんですけど、なんかねボツになった理由としては、あの責任者とイルハートの絵面がなんか不快という意見があった。いやでもさ、あの確かにさ、イルハートもと対戦するなら女の子がいいんですけど、なんか深いって意見やばいですね。はい、次行きましょう。次は、2018年8月頃のボツネタですね。イルハートを睡眠。これはあのイルハートにね水着を着せてこう魚のこう動きをする企画みたいな。え、可愛いじゃないですか。なんかこうあれですよね、リトルメイド的な、こう違うかな、こうていい動きができないんですけど。これがボツになった理由は、単にいろいろな機能の実装で時間がなかった。あの今回さ、こう時間があればこうこれワンチャン期待できませんかね。なんかてかさ、イルハートさ、なんかこう他の子たちみたいにさ、なんかセクシーさみたいなやつ全然ないしさ、なんかこういうのやってみたいですよね。だってさ、ゆるされん先生にリボン巻かれた時も一人だけなんか珍獣みたいになったもん。はい、次行きましょう。次はですね、これは2018年10月頃のボツネタですね。イルハートアマゾネス探検隊。これ何ですか、わけわかんないんですけど。これはイルハートがアマゾネスの格好をしてジャングル探検をしながら上から転がってくる丸い石などを避ける回です。企画の意味がわかんないんですけど。ボツになった理由としては、ジャングルの背景を作る時間がなかった。そこが理由なんですか。待って、じゃあさ、これさ、ジャングルの背景できてたらやってたってこと。まあそりゃでもさ、そりゃボツになるわ。はい、じゃあ次は2019年1月頃のボツネタ。イルハートバーサスメッセザー。いや、これさ、限定の生放送でも言ってましたよね。いや、イルハートさ、メッセザーさんをちょっともともと知らなくてさ、なんかあのお天気お姉さんとかかなとか生放送で話したんですけど、いやなんかさ、みんなにね、その生放送のコメントで教えてもらったんだけどさ、待って、どういう気持ちで考えたんですか。そもそも何対決をするんですか、これは。内容はイルハート VS メッザーで、試合時間が3分3ラウンド、両者とも8オンスのグローブを着用、攻撃はボクシングルール。死ぬわ。ていうかさ、これもうあれでしょ、居酒屋ネタとかでしょ。絶対さ、スタッフ
ークとかがさ、なんかその辺で芋焼酎とかで見ながらこれやらせましょう、あーみたいな感じで決めたでしょ。補足でこれの他にもイルハート VS 大仁田電流爆破マッチやイルハート VS スカートノートンセメントマッチなどもありました。ちょっと待って、イルハートさ、いつから戦闘民族になったんですか。いや、まあ、わかります、わかります。あれですよね、居酒屋ネタ、こう、居酒屋トークみたいな感じですよね、ここ、日本酒とか、ここを決めながら、はぁーみたいな感じで、いや、思いついただけっていう、あれですよね、きっとね。あ、はい、では、これは、次は、2019年2月頃のボツネタですね。VTuber、フリースタイルラップバトルで世界一を目指せー。ラップバトル説明は、イルハートが VTuber に誰彼構わずラップバトルを吹っかけ、最終的に屍の山を築いていく一大企画です。うざ、これに至ってはさ、どういう流れでこの企画ができたのかもさっぱり理解ができないんですけど。待って、いや、そもそもさ、イルハートラップできないし。え、いやいや、イルハートラッパーみたいなやつは別にさ、誰も得しないし、イルハートも得しないしさ、こう、なんていうんですか、こう、イルハートをこう、可愛くプロデュースする企画とかないんですか。いや、まあ、それならね、それ、いや、ね、なんかあれですね、今言われると出れますね。おい、イルハートが歌以外でやりたい企画はあります。あのね、これいつ言おうかなってずっと思ってたんですけど、つなこママと一緒に動画に出たい。いや、なんかさ、生放送とかにもさ、こうよく来てくれてさ、動画にもね、ママよくコメントくれるんですよね。なんかせっかくだったらさ、こうママと一緒にこう親子動画みたいなやつをね、一回作ってみたいなって思います。みんなも見たいでしょ、見たいっていっぱいコメントして、イエーイ。